一般社団法人日本全公会は、主にボランティア活動等の支援や推進、表彰事業を実施している団体、元内閣府所管。主な表彰記章に、全公、金明全校認章、全校道章、全公章がある。支部の推薦により、表彰が決定される。以上は、公式サイトの概要ページに基づく。戦前に設立された当初は、 全校青少年の表彰、全校児童の実話集、帰還し、誠の発行、清掃美化、働く女性を対象とした人づくり活動などを実施していた。戦後間もない時点では、青少年の健全化を目標に掲げ、無駄遣いをなくす運動、清掃美化活動、ヒロポン追放、法、子供銀行、全校作文、各種標語の募集、英会話、しつけの研究会、 巡回子供会などを行った。1951年頃は、全校表彰の他に、無駄をなくす運動、清掃美化活動、蚊とハエをなくす運動、花いっぱい運動、新設運動、感謝運動、自然と文化財を守る運動、愛の折りずる運動などを展開した。1967年4月、青少年健全育成活動を強化し、千葉県調子市に、 青少年研修所を設置。1976年10月、福祉増進活動の強化に伴い、芸能奉仕グループを結成し、社会福祉施設等への慰問活動を始めた。1998年4月、芸能奉仕グループを、全校芸能、福祉奉仕団として、会の正式な機関に位置づけた。2001年1月、21世紀に入ったのを、契機として、 全校表彰を通常表彰と特別表彰に改めて実施。ありがとうございます。